あ、皆さんこんにちは、地域総合センター神の島というところからやってきました。今紹介がありましたように子ども三味線、毎週練習やってます。それと同じように、大人で、この今から、叩く一茶からという音頭を伝承するため、つないでいくために、一茶からの伝承の会という大人のメンバーも今日は参加してます。なかなか発表する場所がないんで、うまく弾けるかどうかっていうのはもうそのたんびによって場面が変わりますので、失敗したりうまくいけたりするんですけども、今日はうまく叩けるように頑張ってみたいと思います。それで前で何人か出てくれてますが、一茶からの音頭には踊りがつきもんです。だから踊れる人はぜひ前に出て踊ってください。それでは頑張って弾きます。それだ、スタイル、スタイル。